上空からの写真マウナロア観測所とは、ハワイ島、マウナロア山に位置するアメリカ合衆国の気象観測所。極小的な大気変動の影響を受けにくい高い、標高を生かして、温室効果ガスなどの変化を長期的に観測している。1957年より、継続的にマロア、大気変化に関するデータを測定、収集してきた。 特に二酸化炭素濃度の長期的な計測は有名であり、そのグラフはキーリング曲線と呼ばれる。この観測所はアメリカ海洋大気庁の一部であるアメリカ海洋大気庁気候監視診断研究所の管轄下にある。マロで測定された最新の二酸化炭素濃度のデータはウェブサイト上で見ることができる。太陽センサーマロは5つの場所で活動している。 主要な施設はマウナロア山北斜面の標高3397メートルのところにある。マウナロア太陽観測所もこの場所を共有している。管理やデータ処理は広にあるオフィスで行われている。クーラニーマウカでは降雨を観測し、ハワイ島の最東端に位置するケープクムカヒではサンプル収集を行っている。 旧広空港では、清掃圏のオゾンを測定するために毎週、観測気球を放っている。なお、マイクロ波背景副射飛等法性観測アレイも、隣接した場所にある。マウナロア観測所で計測された、大気中の二酸化炭素濃度のグラフマウナロアさんは、当初から CO2 を観測する場所として選ばれた。太平洋の中央という孤立した場所に位置し、火山起源の汚染が検知。 除去される限り、大気が十分に済んでいたからである。すでに軍によって頂上までの道が敷設されていることもあってマロは建設された。ありがとうございます。